明けましておめでとうございます。どうもハイジです。いやいい天気です。元旦からね、外で喋ってます。ここね散歩コースなんですよ。でね、めちゃくちゃ今右前のおじさまがね私を見ております。気になりますよね、あいつ何やってんだっていうね。なんですけど、まあ、新年の挨拶と目標発表はね、この青空教室がなんか去年からねしっくりきてるもんで、今年も喋っていきます。ちょっとよかったらお付き合いください。で早速目標発表なんですけど、まず1つ目、まあずっと言ってるやつだからね、よく知ってる方も分かる方も多いと思うんだけど、このメインチャンネル、あ実はサブチャンあるんですよ自分、まあ、全然動かしてないんだけど、今メインチャンネルの、チャンネル登録者を100万人に持っていきます。そしてこれは1年じゃなくて11月末まで、だから11月30日まで、だから11ヶ月間で100万人に持っていく、これが絶対目標です。2年前にそう2020年のうちにで決意をしてずっとやってきたので、これを必ず達成させます。で、もう一個がですね、去年学校の先生の認知っていうところで、それはね今年も変わらないんだ、引き続きもっともっとっていうところもあるんだけど、もう一個ね、保護者の方っていうところがちょっとテーマになって、で目標としては全体の認知なんだけど、もともとね教育の特に授業をするクリエイターが増えてほしいっていうのは常々思ってるんだけど、なかなかやっぱ難しいの。昨日ですね、2019年最後のお願いっていう動画も撮らせてもらったんですが、なかなか花が咲きにくい。でそのためにはやっぱりいろんなクリエイターが入ってくるためには、この環境が改善されなきゃいけないし、新規参入した方がちゃんとモチベーションからしても、そのなんだろう、収入面にしても安定するようにっていうのもあるから、そのためにはこう一個目立つ人が出てこなきゃいけない。でカリスマ性みたいなところは今呼び乗りのたくみくんとか、あとパスラボのみんなとかがすごい来てる。なの若いパワーがさ、今すごく彼らのカリスマ性が目立ってて、でそれがねありがたいのね、自分そういうのがないから。だから彼らそういう面だから、メディアとかにも彼らは多分これから出ていけると思うから、その辺は任せる。ただ学校の受ける授業をフルカバーしているのはまだ自分しかいないので、そこをさらに加速していく。特に中学生、まあ、中高生なんだけど、そこがそういうのがあるっていう、やっぱりメディアの人、まあ、新聞社の人とかさ、テレビの人とかに話を聞くと、そこってやっぱ目立つんだよね。学校での勉強を YouTube でもできるっていう、そこをとにかく認知させる、学生のみんなにもね。だからぜひみんなも協力して、ぜひもし同級生がさ頭良くなったら困るっていう方は、学年上がった後、特にまあ卒業した後ね、受験終わった後とかに後輩くんとかに教えてくれたらいいから、それでいいから、ぜひ協力してください。広めていくのね。でそれに伴ってやっぱり親御さん、保護者の方の認知を、保護者の方が、YouTube で勉強できるんだって、みんながこれで勉強してんだよって言った時に、何それは、できるわけないじゃないから、あ確かに先生の授業だったらできるかもね、頑張ってねって言ってもらえるように、これを2020年に数字で判断できることじゃないけど、達成していく、ここの2本ですってやってきます。でそれに伴いながら大事にしたいのが、肩の力を抜く、これは今年のテーマ、自分らしくやっていく、配置っていう自分だからこそできることを大事にします。だからきっとサブチャンも動かします。今年ゲーム実況とかさ、今日緩いことやってるんだけど、サブチャンに関してはだいぶ動いていくと思います今年はね。だから数字数字数字ってなっちゃうとこうなっちゃうんだよね。いいことない。そう、どん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 窮屈になっちゃう。楽しんで YouTube の動画投稿するのがまず第一だから、俺が楽しまなきゃっていうのはやっぱりすごく大事にしたいので、そこを大事にしつつ、でも、みんなにとって、みんな何だろう、勉強の支えになるというか、もう定期テストといったら、学校の勉強に困ったらひとまずチャンネル見ようぜみたいな風になるぐらいに、今年は積極的にアピールしていこうと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。頑張ろう。特に受験生ね、受験生これから本番だからさ、頑張っていきましょう。映ってないかもしれないけど、人生は51対49です。 51% の幸福と 49% の不幸でできてます。不幸なこと嫌なことたくさんあるかもしれないけど、人生はいいことのが必ず多い、それ以上のいいことが必ず待ってるんで、人生楽しんでいきましょう。2020年もよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。